出版物の販売を行う書店業界が活字文化の発展と貢献を称え、小説などを執筆する池田大作氏に感謝状を贈りました。今日の贈呈式では、県内10社の書店が加盟する北陸東販会福井支部の阿部悟理事が、池田大作氏が名誉会長を務める創価学会に感謝状を手渡しました。池田氏は小説人間革命をはじめ、詩集や対談集など平和と人々の幸せを願い、半世紀にわたり執筆を続けています。書籍の電子化が進み、出版物の売り上げが減少する中、執筆を通した活字文化の普及が高く評価されました。賞を受け取った池田氏は、活字文化出版の力を高め、平和の連帯を育みたいとメッセージを寄せました。さて